学習学習とは、知識、行動、スキル、能力、価値観、選攻、好き嫌いを新しく獲得したり、修正することである。生理学や心理学においては、経験によって動物、人間を含めの行動が変容することを指す。繰り返し行う学習を練習という。一般的には、経験を通じて行動に持続的な変化が生じる。 内視行動パターンが変化する現象のことを学習と定義する。学びと呼ばれることもある。学校における学習は、広く明示された教育目的や教育目標などに基づいて教員が支援するものであり、学習者が主体となって進められる。行動パターンの変化には、学習以外にも疲労や動機づけによる、一過性の行動変化や成熟による発達による、 行動形成などがあり学習はそれれらと分別される学校における学習は、教師の視点から見れば教育であるが、学生生徒の視点から見れば学習である。独学の場合は学習である。教育については教育学という学問が確立されている。それに対して、近年認知科学、認知心理学や脳科学をベースにした学習科学という分野が起こりつつある。 ローマクラブ、1970年設立の第6報告書、限界なき学習、1980年刊行後、学習は個人単位のものだけでなく、集団、社会、国家などの単位でも行われる活動であるという考えが広まっていい。集団でも過去の失敗や洗礼から学習することがあるし、また学習できるはずであり、国際的な民族、国家間の紛争や、 経済支援も互いに、その原因と背景を学ぶことにより解決の方途を探ることがきると考えられるようになってきた。今日、国際連合や OECD などの報告の中には、この意味で用いられた教育、学習という単語が参見されるようになっている。こうした見方は、国際理解教育、ワールドスタディーズという名前で小中学校の教育活動にも一部取り込まれている。 心理学における学習は一般的な学習という言葉よりも広い意味を持つ。学校や塾で行われる勉強だけでなく、自転車を焦げるようになったり、料理を作れるようになることも心理学における学習は含まれる。練習量と反応時間の関係は学習曲線によって表される。なお、このような考え方は教育現場でも用いられる。 時間間隔を置かずに学習することを集中学習、マストラーニングという。時間間隔を置いて学習することを分散学習、スプストラーニングや感覚反復、スプストレペティションという。次のような理由で一般的には分散学習の方が効率的だと言われている。始めから終わりまで丸ごと学習することを全体法という。全体法は 全習法とも呼ばれる。一般的には全体法の方が効率的だと言われている。部分に分割して部分ごとに学習することを部分法という。部分法は分集法とも呼ばれる。知能が高い人や年長者、学習が進んだ状態では全習法の方が効率的である。知能が高くない人や年少者、学習が進んでいない状態では 文集法の方が効率的である。連合学習、アシスシティブラーニングとは、人や動物が2つの刺激やイベントについて、その関連を学習するプロセスである。古典的条件付けでは、中性刺激によって希望する応答が引き出されるようになるまで、中立刺激と反射誘発刺激を繰り返したいにして、実施する。オペラント条件付けでは、 刺激によって強化もしくは弱化される行動が、その刺激下で多かれ少なかれ発生するようになる。オペラント条件付けにおいては、頻度や形態を変更させたい、行動の後に強化、報酬もしくは弱化が与えられる。行動、結果が生じた時に現れる刺激によって、これら行動の変化をコントロールする。古典的条件付け。 クラシカルコンディショニングの典型的なパラダイムでは、無条件の刺激、必然的に反射的応答を引き起こすを、別の中性刺激、通常は応答を誘発しないと繰り返しセットにしている。典型的な例は、パブロフの犬である。彼の犬は肉粉を食べると、自然に唾液が反射刺激として分泌される。肉粉は無条件刺激、US であり、 唾液分泌は無条件応答、UR である。パブロフは肉粉を与える前にベルを鳴らした。最初に、パブロフがベルを鳴らした時、中立刺激は、犬は唾液を出しておらず、犬が口の中に肉粉を入れた後に、初めて唾液を出した。ベルと食物を数々に組み合わせていった後、ようやく犬は、ベルは、食べ物が近づいてきたことを告げると学習し、ベルを聞いた時に唾液を出すようになった。 これが起こると、ベルは、条件刺激、CS となり、金への唾液分泌は調整を応答、CR となった、It was recentry or so demonstrated in garden p plants. 観察学習、アブザーベシャネルラーニングとは、他人の行動を観察することによって生じる学習である。それは、様々なプロセスに基づいて、多様型を取る社会学習の一形態である。 人間においては、このような学習法は、教科を必要としないように思われますが、代わりに、親、兄弟、友人、または、教師などの社会モデルが必要となる。すり込みとは、特定の発達段階で発生する学習の一種で、あり、行動の結果から迅速かつ明らかに独立している。業態におけるすり込みでは、若い動物、とりわけ特に鳥類や、 別の個体がある場合は、対象となる物体との関連を学習し、それらは親の場合と同様に反応する。コンピュータによる会の探索などにおいて、直接にその解放を与えられるのではなく、試行錯誤とその結果をフィードバックすることによってより良い解放へ、近づいていくシステムなどの動作をして学習などということがある。例として、 日本語入力システムの変換結果学習などが挙げられる。新しいスキーマ、一般に物事を理解したり、一連の行動をとったりする際に利用される体系的な知識のことをスキーマと呼んでいるを作ることを構造化という。元々のスキーマに新しい知識を加えることを付け加えという。元々のスキーマを新しい目的に合うように変形することを同調という。 プログラムとして学習を組織する場合、以上のような一連のスキーマの形成、変形が行われるようにする。5おさむき